はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、3月のお気に入りアイテムを紹介していきたいと思います。もうね、3月とか4月っていうのはね、忙しいからあっという間ですよ。あっという間なんですけど、もう今月もね、いろんなアイテム出ましたね。で、もちろんお気に入りアイテムの中にはね、新作もたくさん入ってるんですけど、今回はね、香水が多めになっていますので、香りアイテム好きな方もぜひぜひチェックしていってください。はい、それではね、行きましょう。まあ、ベースアイテムたくさん出ましたよね。まだ3月のね、後半に出たクレドポーとかはね、そこまで回数使い込めていないので今回入れていないんですけど、まずはファンデーション、一番よく手に取ったかなと思うものを紹介していきます。こちら、やっぱこれですよね。メイクアップフォーエバーのウォータートーン。私が使っているのは Y245 というカラーです。これはね、単体で動画も出しているので、詳細気になる方はそちらチェックしてもらいたいんですけど、今までの既存のメイクアップフォーエバーのリキッドファンデより、私はね、断然こっちの方が好きだなと思いました。しっかりカバー力はあるんですけど、めちゃくちゃみずみずしくって、こう薄くね、密着してくれますし、今の時期でももちろん使いやすいんですけど、これからね、もっと暑くなって湿度とかも上がってきた時に、この実力がね、どう発揮されるのかが今からすごく楽しみなアイテムです。で、カラー周りもね、豊富でいいですよね。単純に明るい暗いっていうだけじゃなくって、まあ、みんなが大好きなね、イエベ、ブルベっていう分け方ですよね。それぞれに合ったカラーで、トータルで全11色だったかな、展開があるので、自分に合うカラーがなかなか見つからないっていう人でもね、ぴったりなカラーを見つけやすいんじゃないかなと思います。でもしね、カウンター近くにある方で1日ね、つけてみて持ちとかチェックしたいっていう方は、ファンデーションのサンプルもね、確かカラー展開あったと思いますので、よかったらね、サンプルもらってみてください。で、あとこれのいいところは、持ちが良かったりとかカバー力あるっていうだけじゃなくって、お肌が敏感な人でも使える処方になっているっていうところですよね。まあ、今の時期って私もそうなんですけど、普段そんなに肌敏感な方でもないし、どちらかというと頑丈なんですが、花粉の影響で一時的にお肌の調子が悪くなっちゃってて、季節の変わり目っていうのもありますし、お肌のコンディション崩してるっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういう時にね、こう密着力あるファンデーションってお肌の刺激になったりして、なかなか使いにくかったりすると思うんですけど、これだとね、私も最近痒くなりがちなフェイスラインとかも問題なく使えたので、まあ、全員が全員合うとは言えないんですけど、まあ、そういう時でも使えるファンデーションを探していた方もよかったらチェックしてみてください。はい、じゃあね、先にファンデーションを紹介しちゃったんですけど、まあ、ベースといえばね、下地もいろいろ出ましたよね。で、私の一押しはこちらです。スックのスムースカバープライマーですね。スックの下地も今までいろいろ使ってきて、トリートメントプライマーかな、保湿力が高いタイプを何本かリピートしていたんですけど、もうこれが出たらダントツ私はこっち派になってしまいました。というのも、サラッとしていて、こうクリームタイプの下地よりはちょっとさっぱりしてるのかなっていう感触なんですけど、実際にのせると、その保湿の面でも全く問題ないですし、加えて本当にスムースカバー、肌表面をスルッとしてくれて、この感じがね、なんか下地だけで実感できるっていうのが感動して、これはね、買ってから本当によく手に取りました。で、そのまま見るとこんな感じで、ちょっとオレンジっぽいというか、色しっかりついてるんですけど、実際に塗ってみると、色味よりは質感の補正用の下地っていう感じなんですよね。でもこのベースで肌表面の凹凸を整えるとか、滑らかに仕上げるとか、陶器肌みたいなのが、非常にね、今年の春夏らしいなと思いました。ということでね、下地いっぱい使ったんですけど、3月のお気に入り、こちらを選びました。はい、そしてね、ベース、もう一つ、かなり気に入っているのが、こちらですね。同時発売の新商品と一緒に動画撮ったんですが、コスメデコルテのロージーグローライザーですね。もうパールぎっしりのリキッドのハイライトみたいに見えるんですが、ポジション的には化粧下地というアイテムです。これはね、最近リキッドのハイライターいっぱい出てるじゃないですか。まあ、限定ですけどトムフォードだったりとか、まあ、スックなんかはね、結構前から出してると思うんですけど、で、ああいうの仕込むの好きな人もいれば、リキッドタイプでハイライトってちょっと使いにくそうと思って抵抗あった人もいると思うんですよね。でもこれは下地だから、もう最初にがっつりね、仕込めちゃう。もちろん上からも重ねることできるんですけど、なんかファンデーションの上にリキッドのものを重ねるっていうのは、私もやっぱちょっと抵抗あるんですよね。まあ、それでもどんどん質がね、いいもの出てきてるので、最近は重ねても下のベースを剥がさないようなものももちろんあるんですが、試しに乗せてみて、それで崩れたら後直すのがめんどくさいなと思って挑戦できなかったりっていう方もいると思うんですけど、もうこれはファンデーションより前にね、下地の段階で
でこのツヤ感を仕込むことができるので、もちろん全顔仕込んで今っぽいツヤ肌を仕上げるのもいいですし、普通のね普段使っている下地を全顔に仕込んでおいて鼻筋とか、まあ、Cゾーン目の下とかハイライトをねパウダーのもので重ねている場所に先に仕込んでおくっていう使い方もできます。でピンクのパールって私は色味によっては結構浮きやすくて、まあ、ピンクとゴールドとか展開あるとゴールドっぽい方を手に取るタイプなんですが、このピンクは割とお肌に馴染んでくれるような優しいピンクなので、私でもね全顔使うことができました。そして先に仕込むこういうパール系のねリキッドのアイテムといえば、やっぱり海外のブランドの方が豊富だと思うんですよね。海外のものの方がゴージャス感が出ると思うんですよ。これに関してはもちろんツヤなんだけど、伸ばすとねなんかお肌に透明感を出してくれるような、潤ってお肌が自然に反射しているように見えるようなツヤを偽造してくれるタイプなので、ちょっとゴージャスっていうのとは仕上がりが違うかなと思います。だからそういうね海外のもの持ってるっていう人でも大丈夫、もう別物として買うことができます。はい、ベース系はそんな感じですね。あとスキンケアなんですけど、ベースに混ぜて使えるというアイテムがあるので、そちら紹介していきます。はい、サンプルなのでちっちゃいんですが、メイクアップフォーエバーのウルトラ HD スキンブースターです。これねメイクアップベースっていう風に書かれてて、まあ下地みたいなポジションなのかもしれないんですけど、一応 BA さんは、まあ、スキンケア的な感じで紹介してくださいました。でどう使うかというとですね、これ中はちょっと使っててそんなに量が取り出せなかったんですけど、わかりますかね、こういうゆるいジェルみたいなアイテムでしっとりしてくれるというか、コラーゲンとかが入ってる美容液っぽいちょっとつるっとしたようなぬるっとしたような感触、なんかそういうのがあるんですよね。おすすめしてもらったのがこうファンデーションとかに混ぜて使うっていう使い方なんですよね。で実際にカウンターでもサンプル渡して購入で戻ってこられる方がすごい多いアイテムみたいなんですよ。これ使い始めてからこうメイク塗りが良くなったとかそういう声が多いらしくて、私も実際にファンデーションに混ぜて使ってみて、もちろんこれだけでもねすごく伸びいいし乾燥は全然しないんですけど、よりしっとり感がプラスされて、なおかつファンデーションのこう仕上がり自体には影響はないように感じたので、これねとっても良かったです。なんかもっと他にもいろんな使い方ありそうだなと思うので、いろいろ検索してみてちょっと現品購入もね視野に入れたいなと思っているアイテムです。はい、じゃあここからは香水ですね。今回なんとね3つあります。まず1つ目、私の動画にはね初登場のブランドだと思うんですけど、セルジュルタンスの5オクロックです。このブランドの中では有名な香りだと思うので嗅いだことあるっていう人も多いと思うんですが、これね私実は以前銀座の資生堂の大きいビルですね、あそこでもセルジュルタンス取り扱いあるので紹介してもらった香りのうちの一つです。でいくつか紹介してもらってどれもすごく良かったので、その日はねなんか決めかねて何も買わずに帰ったんですよね。でずっと気になってたんですけど、今回ねようやく入手することができて、まだ寒い日なんかもあったので猫水としてはもちろんなんですけど、日中とかにも使っていました。でどういう系統の香りかというと紅茶っぽい香りなんですよね。でも紅茶の香りっていうと、まあ、私の中ではアールフレグランスのティーブレイクが一番紅茶っぽい香りなんですが、あそこまで紅茶紅茶した紅茶の香りの方が多分珍しいんじゃないかなと思うんですよね。どちらかというともうちょっとこうレモンティーっぽかったりとか、それが徐々にこうスッキリ系に寄ってってこうグリーンティーに変わるみたいな、割とさっぱり系の香りが多い気がするんですけど、これはねなんかスパイスが入ったお茶みたいな香りなんですよね。この香水の名前も午後のお茶の時間をね表しているそうで、スパイスっていうかジンジャーの香りが結構しっかり香るタイプですね。実際にはシナモンとかペッパーとかも入ってるそうなんですが、私はこれ結構そのままこうやって嗅いでも手にのせても匂いが変わらないんですけど、やっぱジンジャーが前面に出ているかなと思います。深い香りなんだけどあんまり重々しくないというか、最初嗅いだ時は秋冬向きかなと思ったけど、意外と季節問わず使えるような気がします。そして2つ目、久しぶりのディメーターですね。いつもディメーターなのかディメーターなのかわかんないんですけど、チャイティーです。そうだから最近ねレモンティーとかさっぱりした紅茶じゃない紅茶の香りが欲しかったんですね私は。そうチャイっていうのもまた珍しいなと思って、なんかスパイスティーみたいな香りはあるけど、言ってもねスパイスがちょっと入ったお茶っていうのと、あのがっつりスパイスごと煮出したチャイっていうのは私の中で別物な気がするんですよね。これはむちゃくちゃチャイなの。
むちゃくちゃチャイで、これはシナモンをすごく感じますね。不思議なんですよね、ミルク感もちゃんとあるの。ちゃんとあの茶葉とスパイスをこうグワッて煮出して、最後ミルクも入れて作ったほかほかのねチャイの香りがします。すごくあったかい香りなんですけど、これもね重くないんですよね。結構ミルクとシナモンのもわっとした感じはあるんですけど、意外と季節問わずこれも使えるかなという気がします。だからスパイスの香る紅茶っていうところのね共通点はあるんですけど、実際香るとね別物っていう感じ。こっちは美味しそうなんだけど、こっちはね美味しそうな香りっていうのとはまた違うんですよね。香水が何かそういった食べ物とか果物とか飲み物を表現してる時特有のそれっぽいんだけど美味しそうではない香り、これは悪い意味ではなくってですね、はい、そんな感じです。まあ深み的にはやっぱ断然こっちの方が上ですね。こっちはもっとライトな感じ、まあ、デイリーユースしやすいというか、まあ、香水初心者の人でも使いやすい香りっていう感じかなと思います。はい、お茶の香り好きな人って多いと思うんですけど、普通の紅茶の香りに飽きたっていう方はよかったらねこちら手頃ですしチェックしてみてください。はい、そして3つ目はですねこちらエルメスのツイリーのシリーズなんですが、これがね2019年に発売されたツイリードエルメスオーフォアブレという香りです。でエルメスのツイリーは結構エルメスの店頭ね香水コーナーとか行くとこうボーンって飾ってたりするので、もちろん嗅いだことあるんですけど、まあかなり甘い香りなんですよね。だからそれこそ今の季節よりは秋冬向きな香りっていう感じなんですけど、これがねなんか説明文読んでると元のツイリーの香りにプラスでピンクペッパーが入ってるっていうことだったんですよね。最初このファッションプレスの記事を読んでたんですけど、これ読んでると元祖のツイリーよりなんか季節問わず使いやすいかなと思って選んでみました。実際嗅ぐとめちゃくちゃ爽やかってことはないかな。やっぱりツイリーの仲間なので甘さは出てくるんですけど、トップがねすっきりしてる気がします。ちょっとすっきりした香りがパッて弾けた後にローズの香りがするんですけど、これもちょっとみずみずしさを感じるような香りなので、まあ、今だいぶ暖かくなってきましたけど、今の季節でもね使えるフローラルの香りかなと思います。まあ、ピンクペッパー感はあるんですけど、なんかスパイシーな香りが好きでこれ選ぶっていう感じではないかな。あくまでもフルーティーな香りの中にちょっとスパイスが効いてるくらいのイメージかなと思います。可愛い、飾ってても可愛いっていうね香水なんですが、まあエルメスは今までねあの庭のシリーズですね、あれしか持っていなかったので、これからはね他のラインにも挑戦していきたいと思います。で今回紹介したね香水、私みたいにちょっと試してみたいなとか、まあ、定価だと高いなっていう方は iBeauty ストアさんの方でね取り扱いありますので、概要の方にリンク貼ってます。ちょっと在庫とかね切れてたら申し訳ないんですけど、よかったらそちらからチェックしてみてください。というわけで今回は3月のお気に入りアイテム紹介していきました。最後に今日のメイクです。このコーナーなんか久しぶりだよね。今日はディオールバックステージアイパレットの004番ローズウッド、これも久しぶりの登場と、リップはツヤプルリップの03番こなれベージュですね、こちらを使っていました。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。